おはようございます。ゲットレディウィズミーやっていきたいと思います。髪の毛がいい感じにロイヤルシルバー保たれてるわ。これが使いたいんですよ。ディオールのクッションパウダー。キルトっぽい感じのパッケージっていうのかながすごい可愛くて欲しかったんだけど、ちょっと高いのよ、やっぱさすがディオールさんなんで。7700円だったかなくらいだったんだけど、迷ったんだけど買いました。すごい、パフがふわふわ。で、なんかお姉さんが逆さにしたり振ったりすると、これ粉だから吹き出ますよって言われたの。使うときはなんかこうやってやってから、開けてくださいって言われたんだけど、すごい説明だなと思って。だからこうやってやって、ここにシールがついてるんですけど、おや、ほんとだ、やばい。これ危ないわ、マジで。パンパンやってもやばいわ。こういう感じになってて。お粉がね、もう今シール剥がして、そのままの状況なんだけど、ちょっと粉こぼれそう。で、ここにパフをこうやってつけて、お顔に乗せるらしいんだけど、ほんとパフもこんな感じでふわふわなんですよ。やばい、あっち見えちゃってる。パッケージはね、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？これが可愛くて買っちゃった。もうこれのためだけに買ったぐらいの勢いで言ってもいいぐらいの過言ではないぐらいの話です。だけどメイクなので若干アップにしました。スキンケアをしていきたいと思います。VT と鹿のマイルドトナーパッドです。これを顔に滑らせます。まずはボコボコ面で。角質をいい感じにします。私朝は水洗顔なんですよ、基本的に。肌の状況によるんですけど、ほんと365日中300日は水洗顔してます。ハイドレーションエッセンス、これも鹿のやつなんですけど、最近肌荒れがほんとすごいんで鹿に頼りまくってます。こんくらい出して顔に伸ばす。もうニキビとかさ、ほんと心にもできてるしさ、結構できてるんだよね。ニキビができてるだけこんなテンション人間下がるかってぐらいテンション下がって。そしたら、ファンデーションの上にお粉がいいよね。なんかそんなに色はつかないって言ってたんだよね、お姉さんも。下地はいつものこのエテセとプリマピスタです。言うても今日もなんか外出るわけじゃないので、動画用のちょっと濃いめのメイクにしたいと思います。で、毎日投稿するようになってから生活リズムがね、逆に整ってる。クリオのキルカバークッションファンデーションの04番ジンジャーっていう一番暗いカラーを使います。このくらいずつ取って少しずつ伸ばしていきます。ほんと赤みをちょっと消すぐらいの感じで使ってるかな、ファンデーション。ほんとね、最強のコンシーラーみたいな感じ、このクッションファンデーション。めっちゃいろいろ隠してくれるの。少しずつ取って塗らないと、割とこう、なんだろう、若干厚塗り感が出ちゃうぐらいカバー力が高いので、ほんとこのぐらいずつ取って伸ばしてます。このくらいにしてちょっとパウダーはたいてみよう。ほんとふわふわパフだ。わあ、忘れてた。パンパンパンってやるね。いきます。すごい粉、めっちゃ粉飛ぶする。これ持ち運べないかも。ちょっと片面にだけつけてみるね。こっちつけてる。やっぱツヤが消えるっていうかさ、マットになるわ。なんかすっぴんって感じする。素肌って感じ。あ、これ分かりやすいね。なんかこっちはさ、今何もつけてないんだけど、こっちほんとマットでしょ。めっちゃナチュラルメイクにいいかもしれない。ただこれがちょっと粉がさ、舞っちゃう。これ持ち運んで開けた瞬間バホッとかなりそうなんだよね。ほんとそんなにね、使わなくてもね、すぐマット肌になるし、肌触りもすごくサラサラで、サラサラなんだけど、その乾燥した感じっていうか粉吹いてる感じはないよ。で、ほんとなんか赤ちゃん肌みたいな、すっぴん肌のなんかいい感じのすっぴん肌みたいな、わかる？になってて結構いいかも。なんかファンデーションマット派の人はすごいいいかもしれない。いいじゃんいいじゃん。ただこの粉が舞っちゃうって点はちょっと気をつけなきゃいけないので、お姉さんが言った通り、こうやってやってから使いたいと思います。ディオールとかそのデパコス系ってやっぱ持ってるとテンションが上がるっていう利点あるよね。で、今日は、まあ、タイトルにもある通り皆さんに言ってなかったことがありまして、実は私ランページのリブートツアー、ホールツアー初日に行ってまいりました。 RMPG 初日を逃したがゆえ1公演も入れなかったっていうね、過去もあるので後悔しないようにしたいと思ってたんですけど、遠征になっちゃうし、福島からの香川はね、だからすごい迷ってたんですけど、公演日の2日前ぐらいになんか一般チケットが急になんか販売開始みたいになってて、見てみたらなんか決済画面みたいなのが出てきたの。えって思ったんだけど、それから先に進めなくて、でも決済画面が出てきたってことはまだチケットあるってことかもっていう風に思って、 Twitter 見てみたらなんかランペの一般取れたみたいなツイートも出てきたので、これはもしかしたら本当にあるのかもと思って、1時間ぐらいから粘ってチケットをね、ずっと
リロードして枚数が終了しましたっていう画面が出てからもずっとずっとこうリロードし続けてたんだよね。そしたら取れて、初日はもう行けないと思ってたんですけど、自分で一般のチケットを手に入れることができたので、本当に道中は直行直帰で、もう本当に無駄なところは寄らないっていう約束で、行ったんですけれども、私四国ね、香川だけ行ったことなかったの。初めての香川県だったんですよね。駅でね、うどんだけは食べさせていただいたんですけれども、美味しかったでございます。めっちゃ美味しかった、うどん。本当にありがたいことに私のことを知ってくださってる方も多かったりするので、会場時間までは会場には近づかなかったんですよね。で、私がその当たった席が会場時間からの入場のやつだったので、すぐ入場したんですけれども、なんかこっからはこんな感じだったよっていう入場の仕方もするし、あとレポートじゃないけど、そのネタバレが含まれるかもしれないので、嫌だなって方は閉じてほしいんですけど、閉じましたでしょうか。まず会場行って入場するのにすんごい並ばされたんだよね。整列させられんだよね。検温だったり消毒だったりもあるんだけど、整列させられたと思いきや、中に一回会場に入ったんだけど、そのまま会場の周りをなんか一周するくらいの勢いでぐるーっとずーっと行列に並ばされて、また中に戻ってきて、それで入場するって形だったの。だからこれ無駄じゃないってすごい思ってたんだけど、なんでああいうことが起きんのかね。でもそんなにね、みんなね超喋ってるわけとかじゃなくて、本当に一緒に来てる子だけと喋ってるとかいう感じだったから、まあまあまあそこはうん、マスクもみんなしてるし大丈夫かなと思ってたんですけど、ココアのねアプリを入れといてくださいって言われてるんだけど、みんなチケットを発券した人って接触者との確認をするみたいなボタンがあるので、こういうの陽性者との接触が確認されませんでしたっていうのがこう出るんだけど、これの確認がなかったんだよね。このアプリが入ってることだけを確認された上、このアプリを開かずとも入れたのよ。ドーム公演行った人は普通にこの陽性者確認をさせられたって言ってた人もいたから、まあそこは統一性がまだできてないのかなっていう感じだったんだよね。チケットかざして中入るじゃん。でなんかランダムエラーとかってなんかすごいいろいろ盛り上がってたんだけど、私が見る限りではエラーとかが起きてる人はいなかったので、今回申し込み者変更っていうのができないのね。電子チケットってコロナ前の公演はチケットブックになる前っていうの、チケットボードの時は申し込み者変更っていうのもできたんです。電子チケットの名義変更っていうのは電話してできる形だったんですね。ただ今回はその同行者変更はその電話とかなしでウェブ上でできるんだけど、申し込み者変更っていうのができないので、申し込んだ人以外は基本的には行けないってことになってるんですよ。だから今リセール機能っていう自分が行けなくなっちゃった時のための機能がついてたりするんですけど、スイカとか入ってるじゃん携帯に、それがちょっと何起動しちゃって QR が読めないって人がたまにいるっぽいんだけど、私もなったことあるのそれ。そういうのはあるかもしんないけど、ランダムエラーっていうのはやっぱこのコロナ禍の状況でランダムエラーをする意味があるのかどうかっていうね。チケット高くね売られちゃってるから、まあそれもしょうがないのかもわかんないけど、まあとりあえずそんな感じでしたね。で中入って待つんですけど、とりあえずアイシャドウ塗るわ。この最近ハマってセルボークの28番のアイシャドウ。初めてそのコロナ禍になってからライブ行ったじゃん。席が全部ね前後左右空いてると思ってたんだけど空いてなかったのよ。2人組で行った人は2人が並んでて、で1個空いててまた2人組があったら2人みたいな感じの席だったので、前後左右が空いてると思って行ったら全然空いてなかったっていう。なんか半分ぐらいしか入んないのかなと思ってたけど、割と入ってた気がする。とライブの前になんかアナウンサーが出てきて、皆さんこんにちはみたいな感じで誰と思って、注意事項みたいな、今回はコロナなので声を出さないで応援しましょうみたいなこと言われるのよ。アナウンサー本人が出てこなくても放送でやってくれりゃいいのになと思ったけど、換気タイムっていうのがあって、今回のツアーコロナだから換気する時間が10分ぐらいかなあったんですよ。でその間もなんかメンバーのアナウンスが入ったりとかってあったんですけど、そのアナウンサーももう一回出てくるんですよね。皆さんみたいな感じで出てくるっていうの、なんかさ機械的なアナウンサーだったらさ全然何とも思わなかったと思うの。今日はご来場いただきありがとうございます、今回はコロナ禍の開催のためみたいな感じの、そういう普通の機械的なアナウンスだったら全然何とも思わなかったと思うんだけど、なんか皆さんみたいな感じで出てこられるもんだからちょっと萎えた。皆さんが声を出したい気持ちはすごくわかりますみたいな、わかるかいや、こっちは1年間会えてねえんだわと思って。人が出てきた方があれなんかな、説得力もまああるしってことかな。公演が始まって、まあ、やっぱりさやっと会えたっていう気持ちがあるからさ、若干歓声っていうのはねゼロではなかったんだけど、反射的に出ちゃった歓声であって、ほんと出そうと思ってキャーって言ってるわけじゃなかったのよ。キャーっていうかはっみたいな、はっがみんなのはっが重なり合ってちょっと大きくなっちゃったとかはあったけど、基本的に本当にみんなもう我慢した、もう、おい、下髪切って死ぬかと思ったんですけども、うっ、うっ、うっ、
ってやりながらみんな見てた。でライブ本編始まるんですけども、ライブ本編始まってからはもう本当にもうやっと会えたっていう気持ちで、我々は本当ポロリポロリと涙を流しながらってなって、視界を遮るものはなかったからってなったんだけど、ドーピングカラコンっていうのをちょっと自分のカラコンより度数が高いカラコンつけて、でブルーベリーを大量摂取してから行くんだけど、それでも誠くんどれだってなったの最初あれってなって、しかもなんかライトの関係で黒髪に見えたの最初、え黒にしたのと思ったんだけど、まあ、全然青だったんだけど、基本的にそのリブートのアルバムの曲ばっかだった気がするんだけど、私の好きな曲がめっちゃあったりしたのよ。後半戦にすごいね懐かしい曲とかが入ってたんだけど、前半戦のね一コマで、ボーカル3人とあとパフォーマーがね3チームに確か分かれてて、445だったかな、出てくる曲があったんだけど、1曲ずつ違うね。そのチェンジマイマインドっていうエグザイルの曲をカバーしてたんだけど、私めっちゃその曲好きで、えってなったの最初。わかんない、私翔吾くんそのタイミングで初めて、その本日初めましての翔吾くんだったからわかんなかったんだけど、翔吾くんさメガネをかけて踊ってたの、もうリアコすぎてちょっとと耐えられなかったですね。本当にかっこよすぎて、その記憶すごい鮮明にある。誠くんはねバッドラブだっけかな、だったかな、でなんか赤いなんかねスカーフみたいなんで踊るので、それがさもう本当にこんな大人の曲を踊るようになったのってなって、本当泣いちゃいそうだった。なんなら泣いてた。エレベーからのシャングリ来た時、本当にあの頃をあの青春時代を思い出して本当に涙を流しそうになった。この間のランペ紹介のね動画を撮った時に、ボーカルがすごいめっちゃ歌うまくなってたみたいなこと言ったんですけど、ボーカルタイムがあったのよ。本当にうまくてびっくりした。 CD 超えてきてんのよ。誰目線でもヒロさん目線で喋っちゃってるんですけども、本当にうまくなっててびっくりした。生歌聞くのもさもう1年以上ぶりじゃん。だからもっとすごく聞こえたのかな、わかんないけど、歌ってこういうパワーあるよなっていうのを再確認した。歌でこう心が動かされるって結構あると思うんだよね。私は染み込みすぎての胸に、いやもともと上手いんだけど、さらにこうなんていうんだろう、洗練されたっていうの。お前はほんと上手いでーすっていう感じだったんだけど、もう上手いでーすって感じでこう分かる、トゥルーってこうトゥルーって入ってきちゃうような歌だったの。分かるかな、もうこれ伝わってるか全然分かんないんだけど、もう本当に本当にびっくりした。まあこの思い出話本当まだまだできるんだけど、ちょっと今回長くなりそうなんで、また何かで喋りたいと思います。本当に良かった。誠くん可愛かったし、リップはこちらのエチュードの去年かなとバレンタインシリーズのパウダールージュティント BR402 番です。これ結構漏れる。本当にだからその一般のチケット取れて神だったなっていうか、なんかそのもう本当に神様ありがとうって思ったでその行った時に思った持ち物、持ってった方がいいなっていうものだったりはまた別の動画であげたいなと思うので、まあ、ライブに行く予定がある方はぜひ見ていただいて、ない方もこんな感じなんだろうなっていうのを想像しながら見ていただけるような動画にしたいなと思っているので楽しみにしてください。4トンの時にちょっと紹介したんですけど、パナソニックのナノケアを買いました。ここにねボタンがあって、ここでオンして170度で私は使ってるんですけど、わかるかな音、ジーってなるのずっと。これは正常らしい。これ使ってからなんか割とあの髪の毛がサラサラに見えますねって言われることが多くなってきます。わかる、結構サラサラになるのこれ。今までさサロニアずっと使ってたんだけど、サロニアもめっちゃね3000円とは思えないぐらい、3000円しないとは思えないぐらいさサラサラになるんだけど、これもいいっていうレビューを見たので、髪の毛痛めつけてる人間だから俺は、だからちょっとでもいいものを使おうと思って買ってきました。やっぱいつ推しに会えなくなるかわかんないから、行きたい自分とさ行かない方がいいよって言ってる自分が2人いるのよね、オタクって心の中に多分。でそれと戦ってんだよ毎日っていうレベルだよね。でもまあやっぱり会えてよかったなって思うし、そのパワーが今そのこのお仕事するのにも関わってきてるしっていう感じ。いけないっていう人もかなりいると思うので、そのいけない人でも楽しめるような動画を撮りたいなってすごい思っておりますね。メイク完成しました。いつもより照明をね暗めにしてみたんですけど、だからメイク見やすかったかな、どうかな。というわけで今回はディオールの新しく買ったこちらのパウダーを使ったりだとかしてゲットレディウィズミをやってみました。ちょっと話メインになっちゃったところもあるんですけど、メイクメインの動画っていうかな、ちょっと使い方だったりとか使ってるものだったりを詳しく紹介する動画とかもちょっと撮りたいなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしててくれたらなと思います。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。